本日はメスティンのスタッキングの中身を紹介できればと思います。はい、で最近日が短くてですね、あまり山頂で時間が取れなくて、まあご飯を蒸らす時間とかが取れないので、最近あまりメスティン使ってもご飯は炊いたりはしてないです。なのでまあ短めに簡単に作れる料理しか今作ってないので、まあその辺で今どんな装備を持ってってるのかっていうのが紹介できればと思います。よろしくお願いします。で早速なんですけど、こちらは3COINS さんで購入させていただいたクーラーボックスですね。で結構デザインがいいんで気に入ってます。でこれ結構収納が良くて、まずチャックが2つあるのがすごい嬉しいんですけど。で、ここの、部分に、保冷剤入れることができるんですけど、自分はこちらの、オリキャンプの、よいしょ、ウィンドスクリーンを入れています。はい。で、色がこれ、結構、青で、もう本当に一目惚れで購入しました。で、使いやすくて、まあ、他のやつと同じなんですけど、やっぱ地面に刺すこともできるので、まあ、結構軽めなんですけど、あまり、飛ばされたりすることはないく、今使えています。使いやすいですね。で、中のメスティンが入っていて、今、ダイソーの、フッ素加工がされた、メスティンを使っているんですが、中に、まな板と、で、今、ピザマンとか肉まんを蒸すのに、これ使ってます。で、だいたい、お湯を入れることが多いので、お湯を入れて、火で炊いて、蒸らすっていうので、だいたい10分くらいで、あったか、熱々の肉まんとか食べられるんで、非常に、これは、重宝してます。めちゃめちゃ使ってます。毎回使ってますね。で、火を起こすのは、最近は固形燃料とかが多いので、こちらのエスビットの、ものを使っています。で、中に、今はチタン製の風防と一応五徳が入っています。で、中に収納できるんで。でも、あれですね、直で入れちゃうとガチャガチャになるんでうるさいんで、こうやってビニールで入れています。で、固形燃料をする際にどうしてもやっぱり汚れたりするんで、それが嫌で、これはセリアで買った、化粧入れですね。これちょうど、固形燃料にぴったしのサイズなんで、これ入れてます。で、これさえあれば、蓋を閉じて、引き締めできるんで、結構、これ、重宝してますね。で、さらに中に、お肉焼いたりするのが多いんで、村子さんの、これも付録だったんですけど、鉄板入れてます。これも、すごい、油使わなくていいんで、全然張り付かないです。非常に使いやすいです。おすすめです、これ。で、中で、どうしても鉄同士がぶつかると、お互いフッ素加工とかしてるのに、ガチャガチャなってどんどん削れてっちゃうんで、まあ、硬いものと柔らかいものと、また硬いもの、柔らかいものっていう交互に入れて、傷つかないようには気をつけています。なので、基本的に肉まんを蒸らして、残りの固形燃料のもの、熱い状態の中でお湯を沸かしたり、あとお肉焼いたりして食事をするようにしています。はい。で、中が仕切りができていて、取ってみると、一応、箸とか、固形燃料とか、調味料とか入れるようにしています。一個ずつ紹介していくと、これ、GSI の調味料入れになるんですけど、これ便利で、6個入れられるようになっていて、例えば、下から取ると、おっと、出てきたかな？こんな感じで回すと、まあ、二つの調味料をここで回すことによって切り替えることが可能です。はい、なんで、自分は塩コショウがメインなんですけど、まあ、塩が多めに使うんで、塩二つ使って、あとはコショウとか、あと、これがハーブの塩、ソルトでしたっけね、を入れるようにしています。はい。で、いろいろ組み合わせられるんで、自分なりの調味料が作れます。で、固形燃料ですね。これ100均のものです。で、イムコのライターですね。ホイールライターです。で、これがビーパルの付録で付いてきたマルチツールですね。
で、こっちの中に、これも結構鉄とか入っているので、1枚のシートにくるんでいきます。で、まず、お肉とか焼くときに使う、チタン製の、この、トングですね。使いやすいです。で、これも付録だったんですけど、マーモットの、スプーンとフォーク、あと、ナイフですね。で、一個にできるんで、これ使いやすいですね。その代わりちょっと重たいですね、これ。なんで。もう少し軽くする、軽かったらよかったなって感じですね。で、貼り付いた時のように、一応、こういうのも入れてます。はい、で、これがセリアで買った、100均の、ステンレス製の箸ですね。で、最近これお気に入りで、グリップスワニーの付録で付いてきたものですね。ビーパルとのコラボで。で、これステンレス製なんですけど、めちゃめちゃ肌触り良くて、しかも黒ですっごいかっこいいです。なんで点数だけで言うと、デザインは非常にいいんで100点で、まあ、軽さもそこまで、重たくないんで、問題ないんですけど、そうですね、唯一使いづらいのがちょっと短いんで、結構、実際に切るときに、やっぱり、持つ部分が、こう、なんでしょう、指がかなり余るんですよ。から力がすごい入れづらい。なので自分はこれでステーキこの間食べたんですけど、すごい持ちづらかったですね。で、ここを巻いてもう少し持ちやすくしようかなと思ったんですけど、テープやらロープやら。でも結局短いから力が入るのがここだけなんで、そこが正直ネックですね。なんでちょっと伸ばすようになんかオプションつけようかなと思って、ちょっと今考え中です。はい、一旦ここまであれば、これでお湯を沸かして、肉まんを蒸して、お肉を焼くことが可能です。で、焼けたお肉をこういったもので食べられます。で、逆に時間があるときは、まあご飯を炊いて、まあカレーとかも一緒に作って、スプーンとかで食べてっていうのもできるんで、多分これだけあれば問題なくできると思います。なんで、こんな感じですね。これで火炊いてって感じですね。はい、すいません。じゃあ本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。参考になると幸いです。